狼殿。では。狼。ご無事で何より。袋は。切りました。すまぬ。九郎様。すまぬ。なすべきことを。なしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の甲に近づきました。ああそうだな、狼よ。巫女様、甲の材料を手に入れました。おお、それが源の甲の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祭る、そう書かれておりました。腰入れ、それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗りどこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。なすべきことをなすまでだ。なすべきことをなさねば。巫女様がそうおっしゃっていた。おそらく何か秘められている。そうですか。どうした。タケル様の記録に解釈という言葉がありました。ああ、おそらく解釈とは龍吟の巫女の命とともにその節を断ち切ること。何だと。このまま不死立ちの道を歩まれるならば不思議で九郎様、巫女様のお命を絶たねばならぬ。はい、不死立ちこそが九郎様の望み、それは承知しています。ですが狼殿、九郎様を殺さぬ道がないものでしょうか。龍吟は常ならぬ力、そのような道もあるやもしれぬ。ならば狼殿、九郎様を殺さぬ道、それを共に探ってはいただけ。巫女様は死なせぬ。ありがとうございます。手がかりを探らねばな。はい、そうか、巴殿の狼殿、私に一つ心当たりがあります。調べを進め、分かったことがあればお伝え。ああ、それからこのこと巫女様には伏せておく。はい、狼殿、
九郎様を殺す。これを。人帰り。はい。ここには流因を断ち、人に返す道があると。そのためには常桜の花がいるよう、以前お伝えした通り、常桜とはタケル様が戦況より持ってこられた桜で、ですが何者かが枝を倒り、常桜はやがて枯れ果てました。常桜の木そのものが失われて、木そのものがない、当然にと。はい。ですが持ち去られた枝には花がつい、それが見つかれば。常桜の枝とはこれか。父が持っていたの。フクロウ殿が。ですが花はもうないようですね。どうした。いえ、常桜があった頃のことを思い出そうとしているのですが、どうも記憶がおぼろげなのです。お二人のお墓を。何？常桜の後にあるタケル様と巴殿のお墓を参ってみよう。何か思い出せるかもしれ。ああ、何故そのような道しか。おい、狼殿、いらしていたのですね。何か思い出せたか。いいえ、あいにく何も。何もか。はい、思い出せずすみません。私の古い友ならば、その頃のことアレベラで少女と会ってきました。少女。物資殿の古い名です。狼殿。物資殿からは何か聞けたか。いいえ、これといって人帰りについて。狼殿。まことの狼なら、己の牙の使い道は己そうした顔になったようじゃ。なんだ。知ってたか。このアレデラは実に隙間風。わかった。仕立ちをなすために、九郎様はあの方、そのいずれかが死なねばならない。なぜそのような道しかないのか。だからそいつを隠すのか。だって少女、これを渡せばあの人死んでしまう。武士殿。いい人。いずれかが死なねばなら。それはどういうこと。聞いていたのですか。教えてくれ。私はあの日、常桜の木の下で、巴殿が自刃されようとしたのを。なぜ自刃など。巴殿はこう言っていました。流飲の血を受けた節は
その主を縛ると。人帰りのためには流飲の血を受けた者が。はい、その通りです。だが人帰りもならなかった。はい、不思議りがなかったためでしょう。うん、私は九郎様を、そしてあなたも、どの道も行き止まりなのです。何を隠している？それも聞いてしまったのですね。教えてくれ。なすべきことをなす。巫女様と同じようにそうしたいのだ。これを。これは鈴か。きっとフクロウ殿の亡骸からこぼれ落ちたものでしょう。フクロウ殿とあなたは縁が深い。それを備えればまた異なる記憶が見られるやもしれません。備えてみよう。どういった記憶かは分かりません。ですが、それはフクロウ殿が持っていたものか。狼殿。話が違うではないか。お主、何故生きておる？まあいい。縛りすれば、辻褄も合うというものよ。
平田屋敷、存外にたやすかったな。フクロウの手引きもなかなかのものではないか。俺は不可能な。あのじじいはどうにもうさんくせえや。まあ、あれは芸道、土下道だぜ、正成さんよ。まあ我慢しろ。いかに企もうと、所詮は田舎のはぐれ忍び。何ができることもあるまい。ねえ、俺は銭と酒さえ都合してもらえりゃ文句はねえさ。